レース人生を本当に大きく変えてしまうような、まあ、そんな激動と言ってもいいくらいの非常に自分にとって大事な意味のあるシーズンでした。GQ メンオブザイヤーの撮影に来ています。佐藤拓磨です。今日は撮影2日目なんですけども、1日目は自分の原点である鈴鹿でロケを行いまして、本当に普段はしないようなスタイリッシュな洋服を着て本当にかっこよく撮っていただいたので、まあ、非常にワクワクしながら今日スタジオ入りまして、で、まあ、普段は着慣れないタキシードなんですけども、自分自身もすごく楽しめました。今年一番嬉しかったのはやはりインディアナポリス500マイルレース優勝、このチャンピオンリングをいただきましたけども、まあ、30年前にですね、鈴鹿サーキットで生まれて初めてモータースポーツに触れて挑戦し続けて、今年その夢が叶いましたから、まあ、自分にとってはもう本当にこれほどのことっていうのはないですし、でも逆に夢がさらに大きくなって前進していこうと、そんな風に思った1年です。18年は多分僕の進化が問われる、みんなが注目している、自分自身もさらに上に上がっていきたい。2018年を一言で言い表すならば躍進だと思います。